こんにちは天馬アカデミー堀秀夫です今日は複数アカウントの運営のためですね。まず赤番されてから新しいアカウントを作るのに、まあ、切り替えでどういうふうにするか。まあ、それについて、まあ、モバイル Wi-Fi とかね SIM カードを使って、あと固定回線を切り替えるというような手順になるんでですね。まず、モバイル Wi-Fi、えー、調べてみました。 便利なのがあってですね、便泊 Wi-Fi。これね、Airbnb 用の Wi-Fi、貸し出し用の Wi-Fi なんですけど、えー、下り最大 440MB。ねえー、か,かなり早い感じですね。で、2480円。Airbnb じゃなかった A8 ネットで、えー、セルフバッグが5000円あってで、契約期間の縛りなしという形なんでね、これ、 おすすめですね。えーまあ、使ってみて、えー、切り替えて使ってみてですね。で、旧アカウントで、例えばこの、えー、Airbnb の、えー、民泊 Wi-Fi を使ってで、在庫をね、えー、全部、えー、処分し終わったら解約するというような形でもいいですし、モバイル Wi-Fi を使って、ね、バーンしてしまったらまた変えればいいと、ね。契約期間の縛りがないというのは非常にいいですね。えー、2480円と。 まあ値段も安いんでおすすめです。でさらに、ね、おすすめなのが、というかこれは私も使おうと、ね、調べて思ったのが、フリーテル、SIM、えー、ですね。ただ iPhone 専用です。で、えー、基本料金が322円から5259円、あるいは473円から5410円。 これ使った分だけね、お金かかるって感じなんで、使わなかった月は安い、使う月は、えー、高いと。で、回線は結構早いみたいです。で、私みたくね、えー、日本にいないことも多いという形だと、まあそ、その月は安くなってね、日本にいる時は、えー、スマホのテザリングなんかで使えば、えー、非常に、まあ、早いテザリングでいけるというのでね、こ,これは理想的だなと。 思思ってもししもうと思いました iPhone であればね、契約期間の縛りが終わってれば、あるいはちょっと古い方のね、まあ、今だと iPhone6 とか 5S あたりを買って、このフリーテイルを使うとで、用が済んだらね、その iPhone を売ってしまえばお金の負担も少ないんで、iPhone 買うとか売るとかね、ねあるいは iPhone で SIM を 買えられる要はね、えー、契約期間の縛りが終わった iPhone を持っている人はこれおすすめです。でそれからね、私 iPhone じゃないんですという方の場合は、えー、楽天モバイル、えー、SIM カード。こちらもね、えー、音声通話入れて、えー、2646円、基本料金は1728円と。で、3.1GB。ねえーまあ、さっきのね、 えー、民泊 Wi-Fi は、まあ、契約期間の縛りがないのが、えー、何よりの魅力なんですけど、まあ、どうせ電話は使うしという方はですね、えー、iPhone だったら、えー、フリーテルで、iPhone じゃなければこの楽天モバイル、えー、でいいんじゃないのかなと思いました。えー、細かく全部は見てないです。えー、ランキングを見てですね、えー、上位1位ですね。 で回線はドコモの回線なんで、まあ、ドコモの回線なら空ね、えー、ここじゃ入んないとか、あそこじゃ入んないとかいうことも、えー、ないですで。具体的な切り替え方。例えば、えー、固定の光回線を使って,て赤バンしてしまったと。でねえー、固定で、まあ、光がバンしたんだったらケーブルに変えるとかいう形になるんですけど、えー、この時ですね、えー、いきなりこれが、 うまく、ね、日付があって、固定から固定で切り替えられるか、それまでね、アマゾンには一切ログインしないかというと、まあ、そういうわけにもいかないんで、まあ、途中のつなげは Wi-Fi を入れた方がスムーズかなと。で、ちょっと SIM カードとかね、面倒だと。ただ Wi-Fi が来て、それを使うだけのは簡単だと。契約期間の縛りがないのがいいという場合は、この民泊 Wi-Fi を契約すると。 で2台契約して1台を新アカウント用、1台を旧アカウント用に使えます。これ間違いないようにね、しっかりと片方はスマホで使うと。ね iPhone、片方は この色とかね、えー、しっかり印をつけるとかなんかで、えー、間違えないようにしてください。間違ってもね、えー、使い回しして両方のパソコンに両方のパスワードで入れるとかしちゃうと間違えますのでね、このパソコンはこっち、このパソコンはこっちっていうふうに分けて使ってください。で、えー、その後、えーケーブル、ケーブルテレビの回線が来たらば、えー、ケーブルテレビの回線に新アカウントを移すと。新アカウントはケーブルテレビの回線で使うと。 で、Q アカウントはそのまま、えー、商品が残って売り切るまで、ね、あるいは、えー、使ってる間は民泊 Wi-Fi で使い続けると。で、えー、民泊 Wi-Fi の、えー、新アカウント用、要、え、は、ー、固定が入ったんで解約するというような段取りになります。まあ、この辺のことはね、本当にこ,うこの形で間違いないですかというのはね、契約し,てしちゃってから違いますというともったいないんで、確認しながら進めてください。そんなわけで、えー、複数アカウントの上のために、 あると便利なというか、まあ、ないと不便な、ね、Wi-Fi の契約。あと最近だとね、この SIM カードという手があったんで、その SIM カードのご紹介でした。以上、天ーアカデミー、堀秀夫でした。